い、どうもゼロヘルツでーす、はい、北海道は札幌に来ております、はい、で、はい、白い恋人パーク、はいはい、っていうところに今行っています。はい、今見ていただいた通りね、そのちょっと大自然、ちょっと山が見えてたりとか、ある中にこうやってテーマパークがあるということで駆けつけちゃいました。古、はいのテーマパーク好きの俺ら、間違いない、そうだ、ね、運んではない運んではない、ちょっとここでいろいろ遊んでいきたいと思います、はい、行ってきます。北海道を足寄せ、今の気温3度、はい、なんで後ろ、はい、雨が、あ、すごい、雨じゃん、すごい、すごい、測ってるだけすごいすごい、はい、はい、今からなんとドーン、これをゼロヘルツメンバーで作りたいと思います。はーい、はい、チーズ、おー、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃめっちゃいい、めちゃめちゃいい、これすごい、めっちゃい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 い、すごい。クリオネキャンディ。見て。こんな茶色だな。おお、でこ。ちっちゃいね。可愛い。これ泳いでんのかな。すげえ。車椅子からルイがお送りしています。あ、ローさん見て。これ。あ、これすごい。キッシュの。白い恋人パフェ。めっちゃうまそうじゃん。すごい。ポートレートがどうぞ。いただきたいと思います。白い恋人のソフトクリーム。おいしそう。見てこれ。なんかチョコのやつです。うん、うまそう。俺もいただきます。うまっ。うわー、スモークチキンレッグ食べたいわ。うまっ。めっちゃうまい。やばっ。うまっ。チョコめっちゃうまいよ。怖いけど、うめぇ。うまいね。これはマルゲリータキッシュ。キッシュって美味しいよね。うん。一人だけご飯みたいな。うん。美味しい。メガネが曇ってる。疲れすぎる。すごいこれ。普通に足気をつけて。自分が欲しい。自分が欲しい。すげえ。おお。すげえ。俺が欲しいわ。これお客さんもらえるんでしょ。そうだよ。めっちゃいいじゃんこれ。メンバーとこんななんかムーディーなところに来る日が来るとは思わなかった。そうだね。うわ、入っちゃう入っちゃう入っちゃうみたいな。あられるわ、ありがとう、素敵、ありがとう。こんな介護シーンいりますよ。確かにいるやろ。高く付き合いがいい。ああ、いい。あ、めっちゃいい、めっちゃいい。めっちゃいいじゃん。ちょっと待って。なんで話すの？オッケーオッケーオッケー。やばい。神秘的。やった。よいしょ。頑張れ。
か壁が冷たい。死ぬよ。恥ずかしい。いや死ぬほど恥ずかしかった。ここ最近で一番恥ずかしい。やばかった。仲良しすぎでしょ。結構楽しいわ。ね。来たら来たで楽しい。楽しめる。あ、ハマっちゃった。対抗して。対抗して。うわ、この外観めっちゃ素敵。あ、お席ください。のホットドッグや。温かい。これが生まれそうとパリ。パリ県パリ市。はい、白い恋人マーク行ってきました。あのめちゃくちゃ寒いんですけど、はい、楽しかったね。楽しかった。美味しかった。なんだかんだ楽しかったね。そうだね。来たら楽しい。うん。で美味しいもんもあったし、ね、ちびっこも遊べるだろうし、うんうん、俺らぐらいの若い人たちもそうだし、うんうんね、お父ちゃんお母ちゃんね、うん、楽しめるだろうし、はい、もう老若男女が楽しめる場所かなと思います。はい、はい、で、まあ中のねお店で、あの白い恋人のお菓子のゼロヘルツオリジナルを作ったんで、うん、それがね オーエストで、ね、はい、あのプレゼント企画になってますんで、4月30日のね渋谷オーエストに遊びに来てくれたらなと思います。はい、でこれが今ツアーの折り返し地点なんでね、はい、動画見てくれる頃にはちょっといつかわからないんですけど、うん、まだまだ頑張っていきたいと思います。いはい、今日は動画見てくれてありがとうございました。いいなと思ったら、面白いなと思ったら、高評価の方もお願いします。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。じゃあゼロヘルツでした。また会いましょう。バイバイ。札幌ありがとう。ありがとう。